久保さん、なんか亡くなられてたみたいですね。いや僕はね、まあ、まだちょっと、気の抜いたばかりなんで、またちょっと腫れてくると思うんですけど、親知らず抜きましたね。親知らず抜いたときに、気の抜いたんですけど、親知らず抜いたら、亡くなられたいということで、なんか繋がってますね。い,いってらっしゃい。